はい、皆さんこんにちは。今日はポルシェ911彼らの中古車市場動向調査2024年9月調査関東エリア版のお時間でございます。はい、お待たせしました。中に入る前にチャンネル登録をお願いします。はい、ではね、今月のトピックスね、4つ挙げてあります。1つ目は992の前期ですね。2つ目997の前期、3つ目として996の前期後期、最後にクーレの964を挙げてあります。中古車価格の推移グラフに入る前に基本的なデータの説明を毎回しています。開始は2016年の1月1日から終了が2024年の9月30日までのデータが入っています。で、入ってもね、ベースの回路はその回路になっていて、参照元はね、皆さんが見ているようなカーセンサーとか一般の媒体をね、私が目視してこのデータの中に入れ込んでいるものになっています。ではね、中古車価格の推移グラフを見ていこうと思います。はい、ではね、中古車価格の推移グラフを見ていこうと思います。こちらもね、グラフの説明を毎回しているんですけれども、縦軸は価格です。横軸はね、1ヶ月ごとの変動が分かるようになっていて、各タイプごとにね、色付けしてあります。まずここではね、上昇したもの、下降したもの、変動がなかったものをまず先に見ていきます。はい、ではね、今月下降したタイプが4つあったんで、先に下降したタイプを見ていきます。まず一番上の茶色線ね、992の前期ですね。こちら9月ね、1398の3万9000キロ、最低ラインのところで見ています。こちらね、先月ね、8月1468万でプライシングされていた個体の価格が見直されたんですね。70万ほどダウンしたというのがありました。はい、で、青い線ね、これが空冷の964で、9月は1260万の8万3000キロ、こちらも8月1340万でプライシングされてた個体ですね。8万3000キロの個体。こちらが、価格見直しで80万ほどダウンしているということですね。で、紫色の線ね、これ997の前期ですね。こちら9月で450万の9万キロということでね。先月ね、最低ラインのところにあったのが479の6万2000キロなんですけど、こちらの個体まだ売れてないんですけどね。単純に走行距離が増したやつが、ね、出てきたので最低ラインが下がったという形ですね。で、一番下の緑の線が996の前期で、こちらも、9月236万の12万1000キロということで、10万キロ超えの個体がね、久しぶりに出てきたんでね、まあ、下がるよねっていうところですね。先月277万の8万9000キロなんで、まあ、40万ほどね、ダウンしたという形になってましたね。はいね、次はね、上昇したものが一つだけありました、996の後期ですね。こちらがね、353万1000ね、8月先月あったんですけど、最低ラインのところに、8万3000キロね、これ修復歴ありのやつだったんでね、これは売れたんだよね。なので、7万8000キロ358というところで、まあ、ちょこっとね、上がったよねっていうところね、まあ、5万くらいなんだけどね。はい。というところでね、996はね、今回、さっき992のね、前期とか、964とか、それから997の前期とかに影響されずっていうのはね、上昇ちょこっとだけどしたよっていうのがあるね。はい、意外に強いね、996ね。はい、はい、今月ね、変動がなかったものはね、この4つのタイプですね。991シリーズ前期後期と空冷の993、それから997の後期っていう形ですね。一番上の赤い線が991の後期ターボチャージカイラ、その下にあるのが空冷の993、その下のオレンジの線が991の前期最終エンジンね、一番下のピンクの線が997の後期になってますね。それぞれ変動がないという形になりますね。はい、あー、ではね、各タイプ別にね、細かく見ていくんですけど、今見ていただいたグラフね、左と右でね、バリエーションを変えて表現してあります。左側はね、傾向線ですね、トレンドラインというものを載せてあるのが左側で、右側はね、これを外すでくるんですけれども、過去のね、中古車価格をもとに1年ちょい先の中古車価格を機械計算で予測するみたいなこの辺になってまして、この辺をね、正しいとか正しくないとかっていうのは度外視してね、あくまで参考で見ていただきたいという箇所になっていますので、その点ね、注意してみてください。ではね、各タイプごとに見ていきます。はい、ではね、992のね、前期からね、見ていこうと思います。はい、今月1398のね、3万9000キロということで、
先月8月なんですけど、1468万の39,000キロ、これ同じ個体なんですけどね、売れないので価格を下げるという形で70万ぐらいダウンしたという形になってましたね。先月はね、止まるのか、それとも下がっていくのか、ダウントレンドに入っていくのか、どっちなのかなというところだったんですけど、70万ぐらい、ね、下がったんでね、まあダウントレンドに入っていくのかなっていうところですね。こちらの機械系戦略のところなんですけど、こちらの通りになっていくのかなっていう感じですね。12のね、前期についてはね、後期のデビューがね、いろんな諸事情によってね、まあ、世界情勢とか含めてね、延期されてたんで、まあなかなかね、価格がね、下がってこないっていう状況があったんですけど、やっとね、下落の方向っていうかね、ダウントレンドに入っていくという形になるんじゃないかなっていうところですね。で、前回のそこですね、2023年の11月、1298の53,000キロ、まあ1300なんですけれども、ここね、いつの段階で割ってくるのかっていうのが、まあ次の動向、チェックポイントになるかなっていうところですね。まあ年末年始あたりだと思うんですよね、後期が日本上陸するの。多分そのタイミングの前後でね、割っていくんじゃないかなっていうところですね。やっと下がってくるかなっていうところですね。はい。というのは992の前期ですね。はい、ではね、991シリーズを見ていこうと思います。はい、今月もね、変動がなかった991前期後期なんですけれども、ですね、ちょっと拡大をしてね、見ていこうかなと思います。はい、赤い線がね、991の後期ターボチャージカレラなんですけど、9月の最低ライン938ね、先月とね、最低ラインの価格は同じなんですけど、個体は別の個体ですね。はい、68,000キロが先月で、今月のやつが64,000キロかな。最低ラインのところについては、7月からね、2024年の7月から7、8、9と3ヶ月変動がないという感じですね。で、前期のオレンジ色の方がね、最終値なんですけど、こちらは710万ですね。これが3月ぐらいからずっとね、変わってないんですよね。まあ、半年以上変わってないというような形ですね。はい。で、まあ、991シリーズね、変動がないというか、動きがないんですけど、まあ、在庫状況もね、そんなに大きく変動してないですね。まあ、991の後期のターボチャージカレラについては、先月20台あって、今月17台なんで、まあ、3台ぐらい減ってるんですけど、言ってもそんなに減ってないよねっていう感じですね。はい。はい、でもね、997シリーズ見ていこうと思います。はい、変動がなかった997の後期ね、ピンクの線なんですけど、こちらは最低ラインね、570万の118,000キロということで、こちら変動がない形ですが、在庫数の方ですね、変動がありまして、今月、8台まで回復してきたと。で、先月5台だったんで、3台増えてね、回復してきたというのが、997の後期ですね。先々月3台だったんでね、3台、5台、8台ということで、順調に回復してきたというような感じですね、997の後期ね。はい、なんで価格も、まあ、在庫増えてるんでね、上がりにくいかなというところですね。はい。で、紫色の線が997の前期ですけれども、今月9月は450万の90,000キロということでね、まあ、先月8月がね、479の62,000キロということで、走行距離ね、増えてるんでね、9万キロにね。なので、まあ、価格は下がるという、まあ、通常の上がり下がり方という感じですね。はい。で、在庫状況についてもね、前期については先月と変わらずで9台なんですね。減ってもいないし、増えてもないという状態ですね。なので、まあ、単純に走行距離が増えたんで下がったというような状況ですね。はい。ではね、996シリーズを見ていこうと思います。はい。黄色い線が996の後期になりますけれども、今月はね、ちょい上げですね。358の78,000キロですね。で、先月は353万1,000の83,000キロでね、これ修復歴ありの個体だったんですけどね、速攻で売れたんですよね。なんで、一つ上の個体ということで358の78,000キロと。ということで、在庫状況はね、先月7台あったんですけど、1台減って6台ということで、ほとんど変わってないよねっていうのが後期ですね。で、前期のね、緑色の線なんですけど、こちら大きく下がりましたね。久しぶりに121,000キロということで、1月ぶりぐらいですかね、10万キロ超えのね、交代できたんで、まあ、40万ぐらい一気に下がったという状況ですね。で、在庫状況で言うとですね、前期の方は6台先月だったんですけど、プラス2台で8台ということで回復してきたっていう感じですね。はい、ということで、前期後期でね、動きちょっと違うみたいな感じになりましたね。
はい、ではね、最後に空冷の964と9935を見ていこうと思います。はい、今月9月なんですけど、964の最低ラインはね、1260万8万3000キロということで、先月8月1340万8万3000キロ、同じ個体ですね。これね、価格見直しで下げたという形ですね。80万一気にダウンという形になりますね。はい、先々月はね、価格開示の動きが空冷ね、993も96も出てたんですけど、今月はですね、993も96も同じですね、価格ダウンの動きがありましたねと。はい、薄い青のね、993、こちら変動がないんですよね、最低ラインのところね、887万の13万6000キロね、こちら売れてないんでずっと変動してないんですけども、これ最低ラインのところではなくて、一番上の方に近いところですね、2000万とか1500万とかね、のところの価格帯にあったやつですね。まあその辺のやつが100万、200万、一番大きく下げたので300万とかね、マニュアルの個体でしたけど、あれね。ということで、価格見直しをしているっていう感じですね。はい、背景にはね、海外勢の方たちが入ってこなくなったと。まあ、全く入ってこないってわけではないんですけど、入ってこれなくいい状況ですね。まあ、為替の変動であるとか、株式市場の変動であるとか、それから中東情勢の悪化っていうのもあって、なかなか海外勢の人たちがね、おいそれとね、ポルシェをね、漁っていくような状況じゃなくなってきたというのが、やっぱり影響してるんじゃないかなっていうところですね。全く入ってきてないわけではないと思うんだけどね。3ヶ月、4ヶ月ぐらい前にね、とは全く状況が全く変わってるんで、その世界情勢を反映してというところですかね。まあそこに止まって価格も下がってきたみたいな感じですかね。はい、はい、ではね、参考に Google ファイナンスを見ていこうと思います。今ね、年初来から10月の6ね、今日なんですけど、までの期間が表示してありまして、通貨はドル円とユーロ円とポンド円ですね。それぞれ濃い青がドル円ですね。で、薄い青がポンド円で、黄色がユーロ円になってますね。で、今月9月なんですけど、9月1日この辺なんですよね。9月がこの辺でか。で、言うと US ドル円で言うとですね、146円のところから、9月中旬にかけてね、円高に増えていくみたいな谷がありましたねと。9月16か、US ドル円で140ですね。で、そこからまた上がっていくっていうのがあって、山ができるんでね、もう一回ね、これが9月26ぐらいかな、145とか146とかな、145か、があって、またそこで下がるんでね、谷ができるんでね、2回谷があるみたいなね。で、また今10月に入っているんですけども、上がってきてると、円安の方向に触れてるみたいなね。で、まあ下がる局面が2回あるというところですね。上がってるのが1回あったんですけど、ということで、今月も結構大きく変動してましたねというところですね。で、また今変動、10月入って変動しつつあるみたいな状況ですかね。はい、ではね、タイプ別のツリーマップを見ていこうと思います。こちらもね、グラフの説明を毎回説明しているんですけれども、はい、3つのグラフを用いてね、解説していきます。ではまずこのね、棒グラフは何を見てるかというと、新しいタイプから古いタイプに行くに従って価格が安くなっていくんですけれども、ここに空冷がいるんで、空冷プレミアが高いなっていうのが分かるのは、この棒グラフになっていて、この棒グラフのてっぺんですね、が最高価格ですね。で、赤い線入っているところが最低額なんで、最高と最低の開きがどのぐらい出てるかなっていうのが分かるのも、この棒グラフになっています。で、この赤い線ね、最低ラインのところで並べ替えているのが大人のツリーマップというやつで、濃い赤から薄い赤に行くに従って価格が安くなっていきます。はい、で、下にあるね、この丸っこいのは何を見てるかというと、こちらはね、縦軸は平均走行距離でね、横軸は平均価格で、各タイプごとにね、サンプル図っぽく作ってある重けのグラフがこちらになっています。はい、ではね、今月の変動なんですけれども、964の後期がですね、こちらのグラフから消滅という形になりました。はい、993の前期と964の前期の間にね、2台ですね、あったんですよね、マニュアルの個体がね。はい、で、こちらでね、カウントしてるのはね、価格開示してある個体でカウントしてるんで、価格非公開のね、個体は実はまだあったりするんですけど、こちらでカウントしてるのは価格がついてるね、値段がついてるものでカウントしてるので、値段がついてるものはね、もうなくなっちゃったよという形になってますと。はい、お隣のツリーマップね、こちらにもね、一番最低ラインのところの、
高いところね、今992の前期のところですね、やったんですけど、こちらからも消えてですね、全部ランクがね、変動してと、繰り上がるという形になってますね。はい、で今ね、まあ、ミッション見たいという方がいらっしゃるんで、今 TIP-PDK マニュアル一色単なんですけども、こちらマニュアルだけに絞るとこんな感じになりますと。今回はね、まあ、今964の後期もね、消えてるんですけど、993の前期ももうマニュアルないですね。はい、ただね、991の後期ターボチャージ回路がリライで出てきたんでね、こちら復活してたんですけど、はい、ちょっとね、各タイプごとね、在庫確認していこうかなと思います。はい、991の後期ターボチャージ回路2台ですね。一番上が1588で、下が1480ですね。で、997の前期が683万の1台。で、996の後期は 2台あるんですけど、同じ価格なんでね、385万。で、996の前期は1台で390万ですね。で、空冷に入るんですけど、993の後期が3台で、一番上が1850ですね。下が1680。で、964の前期はね、こちらも3台あるんですけど、一番上が2780と、下が1650ということでね、今回は2つのタイプが、ね、一気に消えたという形になるんですけど、数少ないんでね、一気に消えてくると思うんですよね。ここから加速していくんじゃないかなという気がしますね、マニュアルは。はい、ではね、ハンドルミッション在庫数を見ていこうと思います。こちら、グラフの説明を毎回しているんですけれども、上のね、やつが右左ハンドルの色分けです。はい、黄色がね、右ハンドル、緑がね、左ハンドルなんで、古いタイプはね、左ハンドルが多いねっていうのが分かるようになってます。で、下はね、TPDK マニュアルの色分けで、赤がマニュアルなんで、赤少ないねっていうのが分かるのが下になっていて、下のね、丸の大きさがね、在庫数の大きさを示しているんですけど、丸の真ん中に在庫の数を入れてあるのが下になっています。ではまずね、今月のね、在庫数の変動を見ていこうと思いますが、今月ね、結構ばらけてるんでね、各タイプごとに見ていこうかなと思います。まず、992の前期ですね。こちら、先月26台から27台ということで、1台プラスですね。先月もお伝えしているとですね、在庫状況的にはですね、もう20台超えてるんでね、もうダブつき状況ですよ。うん、はい。なんで価格もね、下がってきているのでね、ダウントレンドに入るという形になるんだろうなという感じですね。はい。で、991のシリーズね、前期後期なんですけれども、後期の方がね、先月20台からマイナス3台で減って、いい感じに減ったねっていうところですね。で、991の前期の最終年については、プラス1台ね、先月12台から13台に、ちょい増えたというところですね。で、お隣の997シリーズなんですけど、997の前期については変動がなく9台のままで、997の後期については5台から8台に増えたということで、プラス3台ね、いうところで回復してきたと。まあ、10台ぐらい欲しいなっていう気がしますけどね、後期もね。はい。で、996ね、が、後期が先月7台で1台減って6台ですね。前期の方がね、6台から8台ということで、プラス2台ということで回復してきたと。996もね、やっぱり10台ぐらい欲しいよね、みたいな感じがするんですけどね。はい。で、993と964ね、ここね、見方注意が必要なんですけど、ここではね、価格開示している個体しかカウントしていません。ASK とか、価格非公開のものについてここではカウントしてないんですね。ただ、なんで、在庫としてはあるんですよね、関東ではね。はい。ただ、価格ついてないよっていう状態になってると。はい。っていう見方の注意があります。はい。で、993についてはね、前期後期、それぞれ2台ずつ減っていたという感じですね。で、964の前期についても、7台から6台ということで、1台減ってますと。で、964の後期はね、もう消えちゃったということでね。先月2台あったんですけど、マニュアルね。が消えちゃったということで、もう消滅するタイプが出てきたよというところですね。はい。ではね、最後にエリア別の在庫状況を見ていこうと思います。こちら最後のお楽しみなんですけれども、今月売れたタイプトップ5を見ていきますよ。まず、ナンバーワン、992の前期。ダントツぶっちぎりで22台ですね。凄まじいですね。はい。で、ナンバーツーが991の後期ターボチャージ回路15台ですね。はい。で、ナンバー3からちょっとガツンと下がっちゃうんですけど、997の前期が6台ですね。はい。で、ナンバー4が991の前期最終値が5台。ナンバー5が996の後期ね、3台と。
で残りが2台とか1台になってましたね。はい。で売れたエリアなんですけれども、今月もね不動の東京27台ですよ。はい。で今月はね2位ね、神奈川と千葉が同じ台数売ってた、張り合ってたね、15台ずつそれぞれ売ってたっていう感じですね。いいっすね、千葉が気合入れてますね。はい。で埼玉があれっていう感じで2台しか売ってなかったみたいなね。埼玉のパワーダウンぶりがひどいですねこれね。どうした埼玉みたいな感じで頑張ってほしいですね。はい。では、今月ね、ポルシェ911カエラの中古車市場動向調査、2024年の9月調査関東エリア版でした。はい、面白かったと思うので、ね、グッドボタンと高評価ボタンでアクションしていただいて、まあね、チャンネル登録しない方はね、ぜひともチャンネル登録をお願いします。以上です。